この辺から。かっこいい？デイブ？かっこいいです。ピー、デイブ？かっこいい？かっこいい？はい、デイブ？めっちゃかっこいいです。ピョイーンス！ピョイーンス！来ましたね。ゴブサパンです。ペヤングさん、どんどん今来ますね。今ちょっと人気出始めて、ちょっと売ってなかったり売ってたり売ってなかったりしてるのがこれですね、ペヤングさん。オムそば風、何それ何それって思うでしょ。でもこれすごく美味しいんで、今わりかしね、スーパーとかいうよりはセブンイレブン系のあのコンビニエンスストアさんで売ってる方が多いと思うんですけど、あのぜひ手に入ったら食べてください。私も一回試食しましたが、卵プリタツの感じですごく美味しいので、今日はそこをご紹介したいと思います。思います。じゃあムキムキタイムですよ。皆さん見てね、ペヤングのオムそば風ね。これなんか去年もパターンがあったらしいですね。ちょっとかあのもう一度開発されたっぽくて、ちょっと期待大ですね。期待大でね、ペヤングさんね、あの本当いろんなものをやってて面白いんですけど、残念ながらフィルムを向くと全部一緒っていうこの悲しさね。まあそれはいいんですけどね、ここもねちょっとあるとね面白いですよね。はい、 A から B に上げますね。言えますよ、いきなり。見てよ、今回ね、まあこれソースですよね。ソースですか。あ、ソース、ニャオソースっていうぐらいあのソースなんですけど、今回この卵のポワンポワン感やばいですよ。ポワンポワン感、重量感もあって、もうねいい感じでしょ。すごく見て、ここマスかけマスかけだからかけっぞ。こんなもんすかね。お湯捨ててきました。開けちゃうごよ。見てよ、この卵パーティー、卵パーティーやばいっしょ。このソースのかけ方もセンス言われちゃうんですよね、最近怖いね、ネットってね。あ、いい感じですね、いいですね。でこのね、どう皆さんペヤングのソースを限りなくまんべんなくかあの混ぜて色を統一させる側ですか、悩みどころですよね。なんかちょっといろんなビリヤニみたいなまだらなのもいいのかなと最近は思って流しちゃって、ちょっとねまずマヨネーズ入れる前に、香りすごくいいですよ、うん、本当にね美味しそうないい香りがしますね。ピョ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 、面白かった今いけますよ、一口に。いただきますって言うんです、いただきますって、あのね本当にね、なんて言うんだろう、オムそばっぽい卵の風味がソースもね多分考えられてると思うんですよね。非常に美味しいんですよこれ。でやっぱりムードですよね。少しマヨネーズを入れちゃった方が、なんていうのかしら、色気が出ますよね。このボトボト系にね、このね、切り方、僕下手だったな、ごめんなさいね。このボトボト系ちょっとやめてほしいですよね。ごめんなさいね。ただこれ美味しいですね。やっぱりこの、ちょっとマヨネーズ入れると酸味とクリーミーさが出るんで、さらに、なんていうんでしょう。あの、いわゆる、オムっぽい感じが出るかなと思います。ちょっと行ってみましょうね。結構熱いんですよね。
嬉しい。ただね、ひたすら美味しいですね、やっぱり。で、ちょっとだけね、味変なんですが、おたふくのたこ焼きソース、だしと醤油の効いたってバージョンがあって、これ僕、我が家でわりかし使うんですけど、ちょっとやってますね。ほら、なんか美味しそうでしょ、もう見て見て、美味しそうでしょ。これ何でもいいですよ、ソースは。あの、できればおたふくとかお好み焼きとかたこ焼きの甘みのあるソースの方が合うかなという気がするんですけど、うん、薄焼き卵で包んでるおむそぼではないんですけど、風洋飯みたいな中華のね、ああいうなんかだしの効いた卵に包まれた焼きそばができるって感じで、これはね、あの、今のうちにちょっと買っとくといいんじゃないかなと思うんですよね。懐かしいでしょ。よければ登録よろしくね。またびー、バイビー。